アレクサンダー・イン・マルスは、オランダ、南ホラント州デンハーグ出身のサッカー選手。ポジションは MF。アドデンハーグ所属。喫水のハーンクッコであり、レンズ、KRSV ベリデンバーチ、SVDS オインゾーイーター・ミールと地元のアマチュアクラブを経て、アドデンハーグとアマチュア契約を結んだ。2007年8月24日の RKC。 バールバイク戦で74分にユリコルネリッセとの交代でデビューを果たし、1週間後に2年契約を結んだした。短期間でトップチームの主力となり、このシーズンのエールディビジ昇格に貢献した。20世紀にアドが生んだ最高のタレントとみなされた。2010から11シーズン公式戦36試合に出場して13ゴールを記録した。 プレイオフを勝ち上がって1986から87シーズン以来35年ぶりとなる欧州カップ戦を決めたチームと共に好成績を残す。さらにアドはこのシーズンだけで1987年以来のアヤックスとのアウェーゲーム勝利、1971年以来の PSV とのアウェーゲーム勝利、クラブ史上初めてとなる1シーズン2回のアヤックス戦勝利と次々に、 クラブの歴史を塗り替えている。2011年3月20日、ホームでのアヤックス戦では72分に2から1とするゴールを決めた。自信熱烈なアドサポーターであるインマルスの背中には、FC レンハーグの文字と共に、地域の象徴であるコウノトリの姿がタトゥーで刻まれている。アドで成功したインマルスは、クラブ愛からサポーターを裏切りたくはないと国外の、 素晴らしいクラブへの移籍を望んでいた。2011から12シーズンチームのゴールゲッターだった、ディミトリー・ブディキンがアンデルレヒトへ去ったことで、新監督、モーリス・スタインは、インマルスをストライカーに置いた。プレシーズンの練習試合では好結果を残していたが、結局このシーズンを通して、インマルスは6得点に止まった。欧州カップ戦デビューとなった、ヨーロッパリーグの予選では、 リトアニアの FK タウラスタウラゲとのアウェーゲームで2ゴールを挙げた。アドはこの試合を2から3で勝利し、ホームゲームでも2から0で勝利した。続く第3ラウンドではキプロスのオモニアニコシアと対戦、アウェーで3から0と破れ、ホームで1から0勝利もプレーオフ敗退が決まった。このシーズン11月20日の FC ユトレヒトとのホームゲームでインマルスが決めたゴールは、 エールディビジライブにおいて11月の最も美しいゴールに選ばれた。2012年1月5日にフェエノオルトと5年契約を結び移籍した。2011年夏からすでに関心を示していたフェイエノオルトがようやく獲得に成功し、2012から13シーズンからフェイエノオルトでプレーすることが決まった。移籍金は90万ユーロ、さらにケビン・ヤンセンが入れ替わりに、 アドへ移籍した。ヨングイデッティが去って空いていた背番号10を背負った、インマルスは、シーズン序盤に次々と決定機を逃して、クオリティを疑問視されたが、前線に、グラツェーノペッテが加入したことで次第に進化を発揮。2012年8月26日の、ヘラクレス・アルメロ戦で、インマルスはフェーエノールトでの公式戦初ゴールを挙げた。9月29日の NEC とのホームゲームでは、 キャリア初のハットトリックを記録した。2013から14シーズンは特に後半戦に調子を上げてジルフェーレンスヒューンを獲得した。2015から16シーズン、フェーノールとの新監督に就任した序盤ニハンブロンクホルストの下でスタメンから外れたインマルスは出場機会を求めて冬の遺跡市場でチャンピオンシップのカーディフシティにレンタル遺跡した。即座に イングランドに適応し、ゴールを決めるなど活躍した。クラブ、サポーターだけでなく、メディアからの高い評価も受けて、シーズン後も残留を希望した。両クラブもそれに応え、2016年5月16日に完全移籍の合意が発表された。総力のある10番としての能力を認められて、移籍したフェイエーノウルトでは、チャンスでの度重なるミスによって、複数メディアに、 大きな批判を浴びた。しかしピッチ上で常にハードワークするインマルスは監督、チームメイト、サポーターの大きな支持を得ており、2012から13シーズンからフェーノールトのプレーにおいて重要な役割を担っている。フェーノールトのチームメイト、グラツアーノペッレは僕はずっとプロレクスだったんだ。僕らが彼をうまく使えれば、彼はフェーノールトにとって黄金の価値がある。 彼はチームのためにとても走ってくれるし、DF の注意は僕のようなターゲットマンに向くから彼がいつもゴールに近くにいることが重要と、インマルスが2得点を決めた2013年12月21日の PEC ズボレ戦後に語った。フェーノールとの監督ロナルド・クーマンもインマルスを常に高く評価しており、彼のチームのための貢献度何メートルもカバーして、 どれだけ相手にプレッシャーをかけているかを見れば、彼はフェーノールトにとって本当にファンタスティックな存在とコメントしている。2015年3月8日のナック・ブレダとのホームゲームでインマルスのシュートがライン際でクリアされたが、デカイプで運用されていたホークアイシステムによって主審がゴールと認定した。2013年9月からエール・ディビジで持ち回りで使用されていた。 ゴールラインテクノロジーによって初めて認められたゴールとなった。ありがとうございます。